今日は年末年始のお出かけなどについてお伝えしてきましたけれども、パーク KSB アプリでは皆さんにこの年末年始に出かける予定があるかを聞いてみました。すると3分の1の人があると答えています。温泉宿へ、ゆっくりと何もせずにお正月を過ごす、県内のキャンプ場で年越しキャンプという人や、はい、タイのチェンマイ、ね、海外に単身赴任中の夫のところへなど、海外に行くという人もいらっしゃいました。羨ましいですね。またこれまでの年末年始との違いがあるかどうか聞いてみますと、年始に出かけることは控えていましたが、今回は出かけて買い物や遊びに行きますですとか、宿をしていてお客様が増えました、一人より複数で来られる方が増えていますと、これまでより動きが活発になったという声があったんです、はい、一方でインフルエンザが猛威を振るっているので、おとなしくしてマスクもして変化は特別ないなど、これまでと変わらないという人も目立ったんです。お仕事をされるっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、はい、新年に向けて新たな気持ちで迎えられたらいいなと思います ね、インフルエンザだけ注意したいですね。本当しっかりとね、はい、マスクなどして過ごしたいと思います。